最高やな。ここもじゃあそれぶりだよね。そうだ、みんな、ね、そうだよ。ここは毎年やってるでしょ。ここだけが初参加。お色は名古屋じゃないから、出身名古屋だよ。あ、初めて行っちゃう。初めて行っちゃう。去年が初めて。去年が初めて。水石とか、オルフレーとか、よく来てよね。そうそう、行ったことある。早川エリー行った、行った、行った、行った。早川って知らんな。それはもう全然私の友達。さっき聞いて、エリちゃんのあれかって思ったんだよね。そうだ、エリちゃんでしたんだ。すぐ、すぐ手がすな。え、ひとりさんいなかった、そこ。ひとりさんいなかった。私だってひとりさんいなくて多分遊ぶことないなかったよね、うん、いやだから絶対入ってる鍋鍋鍋鍋ジュってやられて熱いみんな鍋やったら確か僕と、僕と慶元と三石とエリちゃんあと3だよね。もう一人いるもんね。直樹とあと誰そっちのことでしょ。直樹って人は駅前で話してたやつの直樹って誰。違う、直樹が違う。ナナミって人でしたね、あんまり仲良くないですよ。言い方良くないですよ。俺は仲良く語弊がある。エムちゃんでも、ね、取れそうな人取れるんじゃないですか。いろいろありましたもんね。M と奈良見つかってたよ昔。あ、そうですそうです。今は分かんないですけど、その時は前波です。僕と同じ人でした。前波の時は奈良には、はい、あ、今全然ね。家は前波です。今は違うんですけど。